桃から生まれた桃と耳から生まれた耳とふうから生まれたふうかとふうかでーす。イエーイ。はい、本日はナッツとコラボ企画でーす。イエーイ。まあ、お二人ともナッツのモデルさんで、まあ、ナッツナイトで、ね、ベロベロの状態で、まあ、初対面であったりとか、ミミちゃんは結構エッグガールだったよね、元々。そうですね、元々は、はい、割と長い長い長いなんですけど、でもね、こうやって撮影でお会いするのは初めてで、一緒に撮影するの初めてかもですよね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてなんと今日は、まあ、ちょっと大体想像つくと思うんですけどポスト初回回り企画です。イエーイ、楽しい。行ったことあります？ないです。ない。私もあのさ、伊藤亮平いるじゃん、あのエッグの、はいはい、元エッグだった。亮平がなんかホスト始めた時にちょっとだけ行っただけで、お祝いで、うん、知り合いないホストは初めてだ。初めて。あ、待って、緊張するんだけど。緊張するの。緊張する。どうしよう。でもマジで関わらない人種っていうか、わかるわかる、うん、じゃあ、うん、これもう何話したらいいのかなみたいな。服とかも迷ったよね。そう、分かる。ピンク系の方がいいのかなとか。そうそうそう。現代暗いから明るい服の方が目立つかなみたいな。ああ、そこまで考えなかった。思った。今日モテ対決なんでね。ポスト3店舗でモテ対決する？2店舗。あ、2店舗で。でこう来るためにちょっと私の中で一番誰が怖いと思いますか？ちょっと酔っ払いたくない、なんか恥ずかしいからね。ちょっと早めにお酒入れたいと。ちょっと早めにお酒入れたいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてパクちゃんも今ご到着したので、まあ、この小悪魔とナッツという、はいはい、コラボでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、ご主人さん。よろしくお願いします。プリンスクエアです。よろしくお願いします。はい、すごい。プリンスクエアです。よろしくお願いします。めっちゃいいのじゃん。すごい。プリンスクエアです。よろしくお願いします。すごい。すみません、ご一緒してもいいですか。すみません、レイって。お願いします。お願いします。レイさん。レイと申します。お願いします。主任ですね。お願いします。とってもいいですか。失礼します。イエーイ。イエーイ。嘘嘘嘘。やった。失礼します。よろしいですか。イエーイ。はい、撮ってみます。はい、撮ってみます。失礼します。いいですか、ご一緒。お願いします。はい、撮ってみます。お願いします。お願いします。お願いします。皆さん、ホストクラブとか行かれるんですか。初めて。絶対だよ。なんでないよ。絶対ない。絶対にない。どういう男性が好きなんですか、皆さん。お酒強い人。おー、僕はですね、外見より中身なんで、優しさ。おお、おっぱいが大きい子ですね。僕ですね、僕は尽くしてくれる人ですね。ああ、ホストっぽいですね。ちなみに僕は年上が好きですね。年上。おいくつなんですか。27ですね。おお。なんで、まあ、年上じゃなくても大人っぽい人めちゃくちゃいいよね。見た目が。イエス。もうすぐ。イエス。デレデレな男どう思います。結構かわいい。え、自分にだけデレデレがよく、うん、確かに。2人の時、かっこ2人の時、かっこ2人の時、ちょっとなんか微妙ね、微妙そうな。あの、この2人はあの姉ギャル雑誌のモデルさんなので、はいはいはい、失礼なせいはあのコンセプト、男に媚びない。おーい。ってことで、あの今回はコストでモテ対決をしているということで、モテ対決、はい、皆さんが、一番いいなと思った女の子を指してほしくて、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。
店内がキラキラすぎて、ゴージャスですよ。映えゴージャス。めっちゃすごい。はい、じゃあ、ホストの方たちにお越しいただきます。はい、お願いします。失礼します。最初の人です。お願いします。ボリュームやおはようございます、先輩で。いいですか、ご一緒させてもらっても。はい、お願いします。めっちゃいいんだよ。私は、お休みが。あいつ入れないよって方いましたから。欲しいですか、サトルです。皆さん、焼酎。ブランデーは？お願いします。ブランデーはいます、サトルです。じゃあ皆さん、整いましたということで。はい。はい、よろしくお願いします。乾杯！いただきます。初めて見るタイプです。あ、そうですか。人間界です。人間界なんか初めて見るタイプです。おー、見たんで。1分ガラス、1分ガラス。声が非常に綺麗で、ありがとうございます。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 すみません、ドクター、ありがとうございます。ありがとうございます。次のおめでとうございます。次のおめでとうございます。お願いします。お願いします。ドイツの先生だ。ご一緒です。ご一緒です。ちょっと待って、見た瞬間お酒ください。髪ちょっと髪の悪いやつ、ちょっと悪いやついないからね。髪の悪いやつ、せっかくだと耳が高い悪いやつだから、だいたい友達嫌なやつだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいですか。あ、そうなんですよ。失礼です。プロ、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。どうぞ。あ、私が選んだお兄さんです。ありがとうございました。荷物申します。え、なんか。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。トマトに。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで2軒目終わりました。イエーイ。私とパクちゃんは3軒目に行くんですけど、諸事情でいろいろあってナッツのお二人はここで解散となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうでした。まあでも楽しかったね。楽しかったけど結構圧倒された。うん、2軒目なんかすごいみんな喋ってくれて、うん、無言でも飲める、うん、見てるだけでも、うん、酔っ払うなと思いました。酔っ払う、うん、思った、うん、ね、ぐいぐい飲んじゃうもん。お店によってちょっと違うんだなってのが2軒目で分かりました。とも、ね、うん、楽しかったです。楽しかった、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。またまた気をつけて帰ってください。はいはい、それでは3店舗目 LSP さんに来ました。お願いします。お願いします。お願いします。かっこいい人が多い、ね、韓国系、うん、多いです。今の綺麗韓国系多いですかね、うん、じゃあちょっとイケメンお二人に1人ずつ選んでいただいて、はいはい、これが男本で、あのここにうちのスタッフが全員
載ってるので、すごい選んでもらってお願いします。ありがとうございます、はい。私ちょっと誰でも大丈夫です。私前回、うん、何かついてもらったと思うんですけど、はい、その時の人で今空いてる人とかいたらその人がいいんですけど、空いてるのはアイキーどうですかね。多分前回アイキーついてたと思うので。わかります、わかります、かっこよかったと。覚えてますか。はい、あ、じゃあアイキー、はい、はい、私ちょっと誰でも大丈夫です、うん、はい、ってなると勝手に僕の選択肢になりますけど大丈夫ですか。え、いいんですか。え、もう全然良ければ。お願いします。じゃあお願いします。すいません、ご一緒失礼します。お願いします。はじめまして、アイキです。はい、すいません、アルトです。お願いします。お願いします。してみたい、ホストクラブでしてみたいこととか、ホストクラブならではとか、なんか、ホストさんたちは面白いイメージなんで、なんか飲みのゲームとかしてるかなっていう。確かに飲ませゲーって言ったらもうアイキがね。何？いや、結構悪ノリで飲ませられる部分多くて、ね、特にアルさんから。特にアルさん。あれも同じや。いやいや、お互い飲ませ合うみたいな。僕はいつもアイキにテキーラ飲まされてるんで。お互い様。お互い様。どっちかで言ったら俺の方がね。普通に自分で振っといてあげてないもん。あ、ないです。昨日やってたこれしか思い出せないのに。最低なゲームだからできないわ。これ多分 YouTube で放送できない。できないです、うん、これが。何それ。何、ちょっと引かれそうなんでやめてください。下ネタって思った。下ネタ系ですか。よくやるのは普通にピンポン版ゲームとか、あ、山手線ゲーム、まあそういう結構ありきたりな、やっぱホストクラブでも多いですよね。ゲームっていうよりも飲みコールでさ、飲ませる飲ませないとかの話だもんね。あとは確かにそうですね。確かに確かに。あと初めましてすぎてわかんない。どこまで踏み込んでいいのか。どこまで踏み込んでいいのか。じゃあ全部一旦まずいただきます。いただきます。ホストを初めて来るお客さんに何を喋れるの？これでいいんか。あ、ホストって縦でないと思うの？なんか違う言い方しないとダメなんですよ。男の飲み屋。キャバクラは女の飲み屋。女の飲み屋さんで。僕らが働いてる男の飲み屋は。男の飲み屋は、なんか初めて来るお客さんに何を喋るの？あ、もうここ自体が人生初めて。え、ホスト本当に人生初めて。男の飲み屋。可愛い子は乗せちゃう。これ見たことあります。ね、アルマンド、ね、インスタとかでもよく見る。ちゃんと読みますこれ、うん、アルマンドブリニャックゴールド。おお、いきましたね。ギャルから言うアルマンドは。じゃあこれいただいていいですか。はい、いいですか。お願いします。じゃあ、ありがとうございます。元気でお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。Hey! Hey! 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 H
今日はアレキくんとアルドさんに楽しく見ていただきました。ありがとうございます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 。あ、本当にホスト初めてだったんですけど、皆さんのおかげで本当に楽しかったです。よいしょ。いいよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。みんなでですね、すいません。あ、すいません。あ、すいません。はい、すいません。いいよ、どうぞ。はい、どうぞ。すいません。はい、素敵なね、アルマンのおめでとうございます。そしてまあ2回目っていうことと、あと初めてっていうことで、まあ少しでもホストクラブを楽しんでもらって、ホストクラブがどんなものなのか、知っていただけたら嬉しいなと思います。あんま面白いこと言えないんですけど、はい、まあはい、今後ともよろしくお願いします。よいちょ。はい、ね、今日はね、有名なお二人にレースに来ていただいたということで、はい、シャンパンまで煽ってしまってすいません。もうありがとうございます。僕らもね、今日ね、楽しかったということで、ちょっと愛知のことは差し置いて、この二人を僕は今日持ち帰ります。よろしくお願いします。はい、ということで3件無事終わりました。終わりました。イエーイ。楽しかったですね。本当に楽しかった、うん、もう店によってね、全然違った、うん、しかも、うん、ガチで初めてだったんで、初回以外初めて、うん、ね、なんだろう、やっぱホストが怖いってイメージだったんで、あ、てかなんか私なんか結構ちょっとアンチとかに、ももちゃんホス狂いなんだねとか、そう書かれたこと あったんですよ、うんうん、本当に初めて、今して行ったことなくてなんかもうちょっとなんだお金使えよみたいな感じかと思ったら、うんうん、なんかみんな優しくて、なんか楽しく飲もうよみたいな感じだったから、うん、ね、みんな優しかった、うん、本当になんか楽しかったです。ギャラクシーと愛本店、愛本店と LSP さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。シャンパンコールとかも、うん、ちょっとどういう顔していいか分かる。分かる。私も、ね、女の子を楽しませるプロみたいな感じでした。うん、ぜひまたこういう企画してください。やりたい。ポスト第2弾。2弾。はい、動画を見てくれてありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。またね。バイバーイ。